ビズ世のお母さんね、あのいっぱいいっぱいにならずに抜けるところは抜いて、こういうサービスにあの頼ってあの笑顔でいることっていうのが一番だと思うので。保育施設向けの紙を持つ定額サービス、手ぶら当園の PR イベントが22日に行われました。このサービスは保育施設で紙を持つとお尻拭きが使い放題となるもので。 おむつに手書きで名前を書いて自宅から持っていく保護者の手間を省くものです施設側もおむつの個別管理をする必要がなくなるというメリットがあるため2019年のサービス開始から現在までに全国でおよそ1850ヵ所の施設が導入しています夫の杉浦太陽さんとともにイベントに登場したタレントの辻のぞみさんは 4人の子育ての経験からおむつに名前を書くことの大変さを語りましたおむつに名前を書いたことがある方は分かると思うんですけど本当にこれ名前書くよう素材が、うん、いやいやそれもうそこに書けないよっていうような毛羽立ちをしてたりとかするんです、ね、本当に忙しい時にその名前を書くっていうことがもうどれだけイライラするか。 んのことかもしれないんですけど、それがすごい大きなお母さんの余裕になるのでもう本当私はもっと娘の時から欲しかったなと思います。